ビビるっていうのはどういうことか分かってるかどうかっていうことなんですけど、ボーンってったらギャリギャリとかっていうのはビビりではないっすよ。はい、こんにちは、秀則ミュージックスクール校長秀則です。ノリス、ジェイソン・リチャードソンの廉価版7弦ギターでドロップ G にするとめちゃくちゃビビるんですが、セッティングが悪いんでしょうか。ドロップ G、 7弦ギターの全音下げドロップか、 A のチューニングにして7弦をドロップして G にってことやな。でビビるっていうのはどういうことか分かってるかどうかっていうことなんですけど、弦をバーンって弾いてガリ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 ってこうフレットに当たるようなボーンってったらギャリギャリとかっていうのはビビりではないっすよ。それはいけるかな、それは分かってるかな。ビビりっていうのはどっかフレットを押さえてこう音源してで、フレットに押さえつけた時にここの間のフレットの音が邪魔をしてどっかフレットがこう突き出てたりして音がちゃんと鳴らない、この瞬間ピッ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 音ができねえ、こうなんかピッ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 みたいなちょっと発声ができねえという実音がなくなるレベル、さあしか言わない。本当はこうポーンって出るはずなのにポーンパーンじゃなくてこうパッパッしかなんないぐらいになって、やっとめっちゃくちゃビビるっていう状態なんですね。ドロップ G にしてだいぶ弦はダルダルだと思うんですよ。それならビビるんじゃなくて弾いた時に弦がドラダラになってこう揺れ幅が大きくなるんですよね。張力が弱くなるほど揺れの幅がでかくなるんですよ。ピーンってめっちゃ張力が強かったら揺れの幅って少なくなるんですけど、こう広くなったら大きくなるんですね。広くなったのがフレットにガン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 って当たってる、でも音は鳴ってるみたいな、どっちなんだろうなっていう感じですね。でも実音がないぐらいまでいろんなとこでこうビビってるっていうのならそれはセッティングが悪いんだなとは思いますけども、普通に実音は聞こえるけどフレットに当たってガサ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 言ってうるさいみたいなんだったら、まあ、それはなんか当たり前かなみたいな感じもしますね。これは難しいですね、判断が。普通にねビビるとするじゃないですか。でこれビビってんなって、どんなんでもいいんで自分の感覚的にこれなんか音やだな、なんかビビってんなって思ったら、とりあえずまあ持っていってください、スリークエリートさんに。また宣伝してる、また忙しいになるじゃん、あの人忙しくなれ、まあ、スリークエリートさん持っていったらプレックがあるんでね、プレックがあるんで原因なんて一瞬っすよ、すごいっすよ。プレックという機械はねほんまにすごいっす。それを扱えるヒロシさんがすごいんですけどね、素人は扱えないからね。ヒロシさんの実力とその経験があるからこの機械で分析したデータっていうので判断できるって感じなんですけどね。プレック一回かけてみてもらってくださいよ、そんなも原因なんか一発わかる本当に。でそのリチャードソンの廉価版7弦で、その廉価版だからなんか仕様がボロくてみたいなとかもないと思うよね。原価を下げれないみたいなこともないと思うから、このジェイソンと同じぐらい原価を下げれると思うんですよね。廉価版だからって作りが違うってことはないと思うんで、どこが原因なのかで、原因はもうとりあえず一回持っていったら解決するよっていう、でそっからじゃあどういう風に、原因がこうだったんでじゃあどういう風にしようかなっていうのは、それはそのヒロシさんと話し合ったらいいと思う。根本パッケージとても興味あります。購入するべき人の基準や購入して練習することでどんな効果があるとか言える範囲で教えてほしいです。購入するべき人の基準その1、周りにギターやってる人がいて明らかに自分の方が歴長いのに明らかに周りの方が上手い、これは完全に根本が足りてない典型パターンなので、まあこれは分かりやすい。ギターソロなんか弾いてる時によく言いますね、みんなね、早かろうが遅かろうが指が分離しないんですと。え、遅くてもしないんですよ。はい、この人もそうです。早いピッキングができないんです。早いカッティングとかね、今言った2と3っていうのはコントロールなんだよっていうのが分かりますか。全部コントロールするっていうところに尽きるんですよ。遅くやんのも早くやんのも早くコントロールしたらいいんです。よし早くやろうって、それが根本が足りてないと早い動きっていうのは即座にできなかったりするんですよ。4つ目を言うなら、私生活で不器用やねとかちょっとしたことがなんかうまくいくことできない、なんかいるでしょ、何でもかんでもうまいことなんとなくそつなくやっちゃうやついるでしょ。俺が鶴1個折ってる間あいつ5個ぐらい折ってる、しかも綺麗みたいな。日常生活での何かしらふとしたことの動きだったり器用さだったりっていうのがちょっと遅かったり戻ってる気がするみたいな人も、これ4番目、これも条件としておきます。はい、というお話でした。次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。あ、チャンネル登録といいねマジでよろしくお願いします。コメント全部読んでます。バイバイ。まあこの最後の挨拶って見られることないんですけどね、あの最後に長いクソ長いあの根本の広告が入ってるからみんな大体あそこで飛ばすからあんま見られないですけどね。